山田バサラサラバンジタより人おはようございます。誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラと、はい、私ヒロでございます。はい、ヒロさん、はい、2回目の、はい、YouTube サラバンジタよりの登場でございますが、はいはい、有名じゃない方の又吉です。はい、有名な方はあの大先生ですよね。はい、はい、ヒロさん、はい、今日は第2弾ということで、うん、今度はヒロさんのギターの、はい、持ってきました。紹介、ギターの魅力、はい、これはなんていうギターですか？これはテレキャスターですね。テレキャスター、テレキャスター、この格好かっこいい。あ、かっこいいですね。なんかロックンローラーみたいですね。テレキャスターです。はい、あのヒロさん、フェンダーってストラトとテレキャスってあるんでしょ？うん、これフェンダーですね。はい、あそっか、はい、ストラトキャスターとテレキャスターっていうのがあるんだよね。うんうんうん、で違いって何ですか？ストラトはちょっと詳しくは言えないんだけれども、うん、このテレキャスターの方は一般的に、ね、カッティングに合ってるってみんなよく言ってるんですけども、カッティングに合う、カッティングのギターですね。なんかあ、かっこいい。うん、こちらの方にですね、うん、鉄のプレートが下についていて、うん、これと弦の音が混ざり合って、うん、ちょっと鉄の音が混ざる感じの雰囲気っていうか、うん、そういうイメージがありますかね。うん、あと歪ませないでもかっこいい音がするって、個人的には、うん、なんか有名なギタリストで、うんうんうん、テレキャスターの有名なギタリストって誰が思い浮かぶんですか？うん、今すぐ出るのはやっぱ日本人だと、うん、元ミッシェル・ガイ・エレファントの、ね、ギタリスト、ね、ちょっとこれと形が違うけど、うん、安倍さん、安倍太さん、うん、そうですね、ですね、とか、まあ、うん、クラッシュとかも、ね、使ってたし大好きな、うん、そっか。僕もあんまりエレキのことは詳しくないので、うんうん、ヒロさんから聞きながら勉強させていただいております。でもよくわかんないけどね、ただ音が大好きで、はい、ですね。はい、うん、でこっからはですね、全然今日僕も弾くつもりなかったんですけど、はい、結局そういう流れになりまして、はい、はい、ヒロさんのバンド、うん、ユニットか、ユニットですね、アコースティックとエレキのユニットの、はい、ラップップ83っていうのをやってるんだけども、はい、それの、ね、曲の一部分からちょっと弾いてもらおうかなと、はい、ミスらないように頑張りますので、うん、じゃあヒロさん、でもちょっとアドリブだからぐちゃぐちゃになるかもしれないけど、はい、はい、じゃあ皆さん、うん、又吉ヒロのギターの世界を、うん、持ち上げた弾きにくいきますよ、持ち上げすぎたら。じゃあ山田雅良のギターの世界を、はい、したね、今日はいい感じで朝迎えれると思います。即興でしたけれども、こんな即興でごめんなさいね、はい、じゃあ今日も皆さん、うん、素敵な朝をお過ごしください、はい、サラバンジー、はい、にーん、あ、今よかったな